我々の研究グループでは新しい高分子合成に関する研究を行っております。特に独自の合成方法を新たに開拓しながら、それを用いて従来法では合成が達成できていない新しい高分子合成に挑戦するといったスタンスで研究を進めております。例えば高分子の化学構造を変化させる高分子反応という方法がありますが、我々はこれまでにほとんど例のない高分子の主鎖上で展開できる高分子反応系を独自に開発し、これを用いた材料開発を推進しております。特に電気が流れるなどの機能を持つことが知られている媒介高分子に、これまでの方法では合成できていないさまざまな元素群を高分子反応で導入する手法を開発いたしましたが、パイ電子系に組み込んだ元素が奏でる興味深い光電子特性を示す未踏の材料が次々に開発されてきております。また活性種が失活しない理想的なリビング重合をアレンという分子を高分子の原料に用いて展開してきておりますが、非常に幅広く機能性高分子を精密に合成できるだけでなく、ミクロン、ナノサイズの構造を精密に構築しながら材料合成を展開できる段階に至っておりまして、センサー、蒸発水、蒸発油性やさまざまな外部刺激に応答する材料など興味深い高分子が合成できてきております。時には新しい反応を開発し、これを高分子合成に用いる試みも行っておりますが、マイナーながら人名反応としても応用され始めています。実験室の風景をご紹介いたします。高分子の合成反応は空気や水を嫌う場合が多く、不活性雰囲気を保ちながら操作を行う必要があります。温度制御を行いながら反応を進行させなければならない場合もございます。得られた材料の単粒生成は様々な方法を駆使して行います。さらに得られる新材料の化学構造やナノ構造の同定を種々の装置を用いて行っています。また光電気化学特性などを評価することによって、創出された高分子がどのようなポテンシャルを秘めているのか評価しています。これらを通してどのような興味深い応用が期待できるのかなど、期待に胸を躍らせながら安全衛生にも配慮しながらメンバー一同楽しく研究を行っています。これら以外にも最近ではカメラやディスプレイ材料に使われる光学材料や、エネルギー問題の解決に寄与するイオン交換膜材料も研究しています。従来の限界を超えた材料を元素の多様な特性を積極的に活用して開発しています。高分子化学は100年ほどの歴史がある学問と言われています。高分子合成の発展とともに、さまざまな優れた高分子材料が生まれ、我々の豊かな生活を支えてまいりました。我々の研究グループではこれからも次世代の高分子の創生に向けて研究を進めてまいります。どうもありがとうございました。